ルゲンツドートはカナダケベック州モントリオール出身のプロバスケットボール選手。NBA のオクラホマシティサンダーに所属している。ポジションはシューティングガード。モントリオールで生まれ育つ。両親は共にハイチ人だが若い頃にサンマルクからカナダに移住していた。ストリートバスケを経て12歳から本格的にバスケットボールを始めた。 アリゾナ州立大学に進学した道とは、デビュー戦でいきなり28得点を記録し、道大学の新人のデビュー戦最多得点記録を更新。その後も主力として活躍し、1年目の終わりに2019年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではどこからも指名されなかった。その後2019年7月6日に、 オクラホマシティサンダーとツーウェイ契約を結んだ。G リーグのオクラホマシティブルーで結果を残し、2019年12月6日のミネソタティンバーウルブズ戦で NBA デビューした。2020年1月29日のサクラメントキングス戦でキャリアハイとなる23得点を記録した。20年2月23のサンアントニオスパーズ戦では3ポイントシュート2本を 含む8本のシュートを放ち、すべて成功させる活躍を見せた。活躍が評価され2020年6月24日に、サンダーと4年540万ドルの正式契約を結んだ。その後チームはプレーオフに進出し、ヒューストンドケッツとの1回戦では、大学の先輩でもある、相手エースのジェームズ・ハーデンを相手に、見事なディフェンスを披露。 さらに3勝3敗で迎えた第7戦では、キャリアハイとなる30得点を記録。これは、ドラフトガイルーキーの史上最多得点記録だった。最後は、逆転を狙った3ポイントシュートをハーデンにブロックされ、敗れたが、試合後に、ハーデンから、彼は、素晴らしいキャリアを送るだろうと絶賛された。2020から21シーズンは得点力が向上し、 2021年4月11日のユタジャズ戦でキャリアハイを更新する42得点を記録した。ルグーンズ・ドルト・ブレイクス・フレッシュマンデビュー、スコアリングレコードインダブル・オーティ・スリラー。アリゾナ・ステート・ユニバーシティ・アスレチックス。2020年6月25日、閲覧。サンダー・サインズ・ルグーンズ・ドルト・ツー・ツー、ウェー・コントラクト。オクラホマ・シティ・サンダー。2020年6月25日。 閲覧。サンダーサインズルグーンズドルト2マルチ、イヤーコントラクト。オクラホマシティサンダー、2020年6月25日、閲覧。ジェームズ・ハーデン・プレイジズ、オクラホマシティサンダー・ルーキールグーンズドルト、キーズ・ゴーイング・ツー・ハバ・グレート・キャリア。NBA.com カナダ・ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ザ・ NBA、2021年8月5日、閲覧。 カナディアン・ルグーンズ・ドルト・エクスプローズ・フォー・42ポインツ・イン・キャリア・ナイト・アゲンストユタジャズアイ・ワーズ・クッキン nba.com カナダ・ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ザ・ NBA 2021年8月5日閲覧ありがとうございます